失礼します。どうもお疲れ様です。いやー、定価祭お疲れ様でした。お疲れ様でした。お忙しいというか疲れてるとは思うんですけど、いえいえ、大丈夫。ちょっとね、映画祭について後日談というかお話を聞けたらなって思うので、はい、ちょっと聞いてもいいですか？全然今何も考えはい、じゃあお話聞かせてください。よろしくお願いします。お願いします。できない俺絶対と思ってたんだけど、なんかいわゆるさ、そのああいう映画祭とかさ、カールとかもそうだけど、はい、なんかいわゆるレッドカーペットとか、いやもうね、ダーッと引いてあってありますよね、写真撮ったりとかっていうのを想像するじゃない、はい、絶対できないあんなのとか本当に思ってたんだけど、はい、そういうのじゃなくて、はい、なんか俺はちょっと分かんないけど、はい、その見もしなかった、そのレッドカーペット、うん、だから多分いろんな会場があって、ああなるほど、多分オリンピックみたいな感じなのかな、だから、ああなるほど、うん、だからここでこの企画が行われてて、はいはいはい、でこっちではこういう企画が行われててみたいな感じなんだと思う。へえ、ちょっと分かんない俺も全然そんなもう全体を把握するほど余裕がなかったから分からないんだけれども、多分そういう感じで、何時に入ってくださいって入って、で着替えてメイクして、うん、で、トークショーみたいなのやるから、それの流れもなんか打ち合わせ、本当こういうところで台本渡されて、こういう感じですみたいな。あ、事前に別日にとかじゃなくて当日なんですか？いや、別日にもらうんだけれども、うん、その改めて、こういうふうに進行していくんでっていうふうな最終確認、そう説明をしてもらって、で、じゃあもうあと10分後なんでみたいな。いやだったかな。はいはい、聞いていいですか？もちろん。楽屋ってあるんですか？あります。それはあります、あります。楽屋あるぜって聞いたんですけど、スタッフさんが今後金城さんお願いしますみたいなやつあるんですか？今回かじゃなくて、あ、そう、今回は結構広い、大部屋みたいなところで、はい、男女で区切ってるね。あ、なるほど。男、今回3人だった、俺含めて3人だったんだけど、そこは、3人で1室、はいはいはい、でかなり広い部屋、でちょっと仕切りでこう、うんうん、区切られてるような感じで、うん、別に今後君島さんお願いしますっていうのはないけれども、うん、いわゆるその何ていうのかなスタジオとか、はい、テレビ局とかで楽屋用意されて、うん、でそこでこう待ってる時は大体そういう本当にいわゆるテレビで見る、見るやつ、うん、うわーすごい感じっすね。やっぱ普段見ないじゃないですか。まあそうだよね、だからそういう業界で仕事してる人じゃないと見ないよね、うん、きっと、うん、で続いてだからそういう準備して打ち合わせして、うん、もうすぐだったね本当に。もうあと10分後なんで、10分後なんでって言われたか覚えてないけど、本当に、もうあと何分後じゃんって思って、バタバタバタってしながら、君島さんからお願いしますって言って、舞台
袖裏があって待っててみんなで緊張してるとか、いや俺はもうあの1週間前から毎日吐きそうとか言いながらそうそう、それであの読んでやっぱ聞こえるからさ、じゃあその皆さんよろしくお願いしますみたいな感じでやって入ってくださいって言われて入って、まあ緊張したけどね本当にあの大きく3回あったるんだけど、はい、話す機会一番最初ってやっぱり本当に一番緊張して、うんうんうん、手前にそのマスコミの方もたくさん来ていらっしゃるから久々だなこの感じと特にお客さんがいて真っ白になるよね本当に。あそうなん、俺は特にその人前がね本当に出るのが苦手というかなんでこの仕事してんだって本当にダメだから人前で似てるのが。じゃあリハーサルがあって床がバミっててあの会場に一発行ったとかじゃないんですね。そう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 、あでもその一応その台本に、はい、あのそのちゃんと書いてくれてるんだけど、うん、その ここに立ち位置立ち位置、はい、バミってあるんでみたいな。へー、自己紹介とかもさ、うんうん、するじゃない。誰もさ、その役名と君島雅也ですって、はい、終わりで俺はいいんだけど、はい、なんかこう一言言わなきゃいけないよねみたいな。あーなるほど。 なんていうんですかね、そのしきたりというかなんて言えばいいか分かんないけど、はい、まあ、ちょっと事前には多少考えたけど違うこと言っちゃったりとかもやっぱりするからさ、間違えないようにとかこうよく周りを見るようにしたっていうか、なんか あそこにあの照明があるなとか、うん、なんかお客さん何人ぐらいかな、 あの人はあのアンクのファンなんだなとかなんかそういう風に、そういうことをなんかちっちゃい細かいことをなんか晴れてるなとか雲があるなとか、うんうん、まあ、会場箱だったからそれはないけど、いやそれなんか人前に出た時になんかそういう周りをよく見るようにはしてちょっと落ち着いて喋ろうっていうような意識はずっとあったかもしれない、手が震えちゃうんだよねとかっていう話がちょっとちゃうと、その1回目のトークショーで出たんだけど、そう震えちゃうんだよねって言いながらもめちゃくちゃ震えてたそうそうそう、だからマイクもこうやって持つとこう震えるから、はい、あのそれが気になっちゃうのよ俺なんか、へえ、震えてる震えてるって言ってたまた震えが強くなっちゃうから、はい、あのタモさんみたいな、いや思ったそれ見てて、うん、思いました。タモさんとは思わなかったけど、なんか脇締めてしっかりこうやって持ってるなって、そうそうそう、あのマイクのこのヘッドを顎にこうつけて喋るようにはしてる、はい、そうだった、それって多少良くなるんだよね。へえ、うん、でもなんかやっぱりちょっと大人になったのか俺も、はい、なんかしばらくしてからだんだんあの顎につけなくても話してくれてちょっと成長したトークショー中に。なるほど、そういうのはなんかありましたね。あったんですね。いや面白い、意外に面白いですねこれ。意外どういうことだよ。いや面白いな、こういう話普段聞けないから。そうだよね、ヤマトとそういう話することないもんね。だってね、だってどのブランドがあるこうだしか普段喋んないんで。いやそんなもう全然ヤマト喋んないじゃないですかさっきだってここ2人でやっぱ歩いてきたけど、はい、めちゃくちゃ無言だったじゃん。もう僕も喋ることを考えてるんですね週間前から眠れないですよ嘘つけよ。シュウさんのラジオで、はい、あのコラボ出演というかされてたじゃないですか。あのシュウちゃんのラジオ。あ、そうですそうです。で僕らも撮らせてもらって、うん、でその時に軽く触れてたんですけど、10年前ポーズが始まった時と、うん、あと10年後今個人的にというか10年経ったなと思うこととか変わったなと思うことあります？なんだろうね、変わったのかな。あでも老けたなと思ったけどね、自分でなんかでもどうだろうね、なんか今回俺10年後の話だったからちょっと老けて見えるようにと思って、はい、あの髪型とかはなんか調整したんだよね。へえ、役作り
問と違うと言っちゃったけど、いやいや全然なんだっけ、あ、変わったことか、うん、なんだろうね、あのおじさんの話になっちゃう聞いてみたいです。違う、この前なんかさ、お酒飲んでちょっと歩いてたの、うちの近所歩いてて、はい、で帽子かぶってて、で風で帽子がファーってもうあのいわゆるあの例のやつ、はい、ポーンと飛んでっちゃって、あっと思ってダッシュしたら転んじゃって、それ転ぶっていうか、なんかこう足がなんていうのかな、もつれちゃう感じ。で転びはしなかったんだけど、もうなんか手ついちゃう感じやばい、走れなくなってると思って。そういうことは変わったけどねおじさんの話になっちゃう。ただの置いた話でしたね。そう、朝起きて一発目に言うセリフが一定とかそうなんだよね、腰が痛いんだよね、朝起きると一定っつって起きるんだよね、いつも。いやもう年の話しか出てこないよ、なんかやたらミョウガを食いたくなる昔好きじゃなかったのに。へえー、それ以上ですか。やたらミョウガの季節になるとミョウガが出てきた。みょうが何で食べるんですか。いや何でも入れますよ、あのサラダにも入れますし、あのおそうめんで食べたりもしますし、いいですね、あの玉ねぎスライスしてみょうがと、かつお節で、でめんつゆチャーってかけて、ああ美味しそう、そうそう混ぜて食べたりとか。何の話ですかすごい地味な映画祭っていうこうきらびやかなテーマなのにみょうがの話。みょうがの話変わったところね。でもなんか人からはよくあのなんかね丸くなったとは、まあ、みんな言われるかもしれないけど、それで年取るとなんか丸くなったとか、うん、なんか優しくなったとか言われるけど、全然毒持ってますけどね噛みつけるんだったらもう全然噛みつけてない。そこの制御ができるようになったのかもしれないね、もしかしたら。うん、20あの時22、23かの時に、例えば10年後の自分を想像した時に、あ、もっとこうなってればいいな、なってればいいなっていう自分には全然なってない。相変わらず人前は嫌っていうか苦手だしもうなんか人と話すのはどん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 年々下手になっていくまあでもそういうもんだもんね。でもね、うん、やっぱりいいっすか、これぐらい。もちろんです。テーマはいやもう面白かった、みょうが話聞けて。いやいやいや、このチャンネルでは普段お洋服作りもしているので、もうそろそろ、そうだね、それやらないとね。そうですね。そう、なんかあのほら結構俺の中でその映画祭なんか大きなことだったから、もちろん、はい、その話を してるけども、そもそも、ね、その服を作ろうって言って、うん、服作りの過程とかそういうものを一緒に皆さんと共有していくっていうようなことを最初にやろうって言って、だからデザイン決めのところまではもう行ってますね。行ってるのか、だからもう次サンプル作ってとか。そうですね、もうこれからね。そうだね、まあ、なんだろう、引き続きよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。